北海道へ旅立ちたいなと思います。鮮度はやばい。顔が痛い。はい、おはようございます。今から北海道へ旅立ちたいなと思います。現在朝の6時半です。行ってきます。いただきます。食べていいの？食べて。いただきます。力出へんかったよな。あったかやろ。あ、うん、いただきます。おいしい。サクッと。知らん。あったかい。うん、当たりや。当たり。めっちゃ汗よ。それでは、北海道着きました。今からですね、ちょっと、セレクトショップ何店舗か回りたいなと思いますので行きましょう。寒いね。セレクトショップ行って今から、夜ご飯なんですけども、夜ご飯はですね、嫁堂さんが大好きなお寿司でございます。しかも北海道で一番好きなところ。あそこですね。あそこ高圧が豊か寿司って言われますね。あれ、マジちゃうな。うわ、これが今から、これ今5体目ですね。これがもう1年として本当にいい状態なんで、あ、これが生きてる5体目ですね。ご飯感も全然違います。すごい、ちょっと見覚えてるし、大体で見たんだけど、近い。鮮度はやばい。これはね、美味しかったね。美味しかった、めちゃくちゃ。いや、ほんまは動画撮影も禁止みたいなんですけどね。写真だけらしいわ。あ、そうなんだ。うん、撮らせてもらって、ほんまありがとうございました。そういうことで、なんか夏場はなかなか予約が取りづらいこともあるらしいので、冬場の方が予約はまだ取れる日もあるって言ってたね。なんでもしよかったら皆さん、なんかこれ見てもらって行ってはる方も何人かいらっしゃるって伺いましたね。ねえ、ありがたい。ありがたいことに。まあ今回ちょっと卵がなかったんですけどね。また次回は卵を食べに行きたいなと思います。さっくんがさ、魚卵さ食べれないからさ、うん、私は美味しくいただいてるじゃん。なのになんか多分横取りしてる。やべえ、食いしん坊な女。食いしん坊な女って思われてる。まあ食いしん坊な女は間違いないけどね。まあね、まあね、まあね、まあ、そうなんだけどね。帰ろうか。はい、おはようございますということで、2日目の朝になっております。おはようございます。ちなみに北海道ってなんで来たんですか？なんかお寿司の映像とかしか見てもらってないけど。撮影や。撮影ですね。今日から本格的に撮影ということで、カメラマンのふーちゃんも、来てもらって撮影していく流れになるんですけども、まだこの動画の後半とかでもね、ちょっと見てもらえたらなと思ってますので、撮影の様子であったり完成の様子とか、見てもらえたらなと思ってます。まずは昼ご飯食べて、ふーちゃんと合流したいなと思います。うわ、すごいな、これ火災いるわ。手筋がいい。ちょっと天ぷらだけ見てる。
おはようございます。2日目ということなんですけども、実はですね、2日目はもうスタートしておりまして、なんと撮影に行ってきました。で、撮影がですね、非常に疲れて雪の中でいろいろ撮影してきたんで、様子をどうぞ。そういったことでね、このように疲れた顔になっておりまして、後ろで置物のように、嫁が座っておりますけども、大丈夫ですよ、ピンと合ってないから。違う。ん？3日目だよ。あ、3日目か。3日目？うん。3日目ですね。いや、撮影は2日目。ああ、撮影はね。うん。北海道は3日目ですけどね。で、この後、一旦ちょっと休憩して、5時からもう一回撮影して、そこで一応一旦終わる予定かなみたいな感じだよな。うん。うん。もう疲れてますわ。リュックにならない。ちょっと遠くで見えた。あー、あれだ。これ撮ってるでいい？あかんや、あれは。ふうちゃんも合流して今からご飯です。おー、危ない危ない。まあいい、誰かいたし行く。まあいいよ、真ん中で挟んだらいいやん。ほんと？うん、オッケー。これマイナスぐらいですか？これ今マイナス2度で風速10メーターなんで12度ぐらい。マイナス10度です。寒い。もう行かれちゃう。危ねえ。バー路地裏ダイニングって書いてあるわ。あ、これです。はい、ということで飲みに行ってきました。楽しい時間でした。ありがとうございました。明日はあとは帰るだけなんで帰りたいなと思います。その前にね、いっぱい買ってきたので、ホテルの中でこう二次会して、終わりたいなと思います。すごいじゃん。おやすみ。今日は何にしたの？オッケー、オッケー。ブリブリやん。ふーちゃんは？ふーちゃんは銀鮭です。銀鮭でっかいって。マジででかいっす。パイプが頼むとおかしい。おかしくらいめちゃくちゃあるから。この晩最後時期なんて違うかもしれない、季節でやってる。定刻13時20分発、釧路行き、ただいまより。ちょっとやめて、私ができない。はい、ということで、無事帰ってきました。北海道旅行というか遠征というかね、出張、非常に楽しい時間でした。ただ雪であまりにも疲れて、ちょっと足とかがなかなかちょっと疲れてね、筋肉痛になったりとかして大変やったりはしたんですけど、まあ、途中でも見てもらった通り、もう雪がすごい中撮影して、もう頭びちょびちょでハゲ散らかしたりしながらね、撮影も無事なんとか終わりました。で、実はね、来週からまた岩手県の方に、これはこのダウンジャケットの縫製会社さんにご挨拶しに行くっていうのも動画撮れたら撮りたいなと思ってますので、 Vlog になるか分からへんけど、縫製してるシーンは多分見れると思いますので楽しみにしておいてください。ということで、僕は今からですね、ジムに行ってまいります。今現時点、ごめんなさい、夜の9時なんですけどね、今からジム行ってもガツガツやっていきたいなと思いますし、明日はですね、土曜日やけどもブラック企業なんで、仕事したいなと思いますので、以上でございました。北海道3泊4日の旅、ありがとうございました。